スノーマン、深沢達也と同い年でバチバチ。ベテランジュニアがニュース、増田に語った、理不尽な時期。ニュース、増田貴久がパーソナリティを務めるラジオ番組、増田貴久マスターヒッツ、米 FM。8月6日放送回には、かつてジャニーズジュニア内ユニットメイドのメンバーとして活動し、現在は個人で俳優業を行っている後輩、富岡健人がゲスト出演した。今回、富岡は出演舞台、いいね、光源氏くん、8月12から19日まで東京、三越劇場で上演、の宣伝も兼ねてラジオに登場。番組にやってきたのは約5年ぶりで、前回はバックダンサーとして参加したニュースのツアー、ニュースアリーナツアー2018エプコティアの期間中だったとか。増田が、俺ら、メンバーが、4人いた時だよね、と、手越優也が在籍していた時代だと振り返ると、富岡も、まだ僕も4人でやってた時なんで、今は1人でやってます、と気まずそうに答えた。富岡は、今年9月でジャニーズ事務所入所22年を迎えるベテランだが、現在も肩書きは、ジャニーズジュニア、とのこと。以前は4人組グループメイドに所属し、ニュースのバックなどを経験。